私、チャット GPT を使い始めて2年目、まあ1年半なんですけど、それをやるにつれですね、人間の言語使用と AI の言語生成の違いを考え始めたよなっていうふうなことをお話ししたいと思います。まあそれでも AI がやれることはすごく多いというふうに考えております。まあ簡単な自己紹介するしますと、私教育学部系で、でまあ教育実践というものを哲学の枠組みを使って分析しようというふうに思ってました。広島大学でずっと何ていうのかな、教師教育をやってたんですけど、まあ最後のキャリアの10年間は自分が実践者となった方が面白いよねと思って、で、2019年に赴任したんですけれども、赴任してみたら学生がライティング授業で密かに DeepL を使ってるんで、これはまずいやと思って、で、この流れは止められないなと思って、20年から DeepL を活用し始めました。で、去年から ChatGPT を活用して、で、まあ、昨年、まあ、登壇させていただいたということで、2回目お呼びいただきまして、ありがとうございました。で、まあ、今でしたら、そのアドバンスモードですね、ボイスの方、それが、まあ、まあ、これは本当に、語学教師としては非常に有望だなと思います。今、計算機資源が大変なので、数量制限がありますけど、それから、コンピューター科学者の方にとっては、オープン AI、O1 っていうんですか、推論機能が強化されたっていうのは、そちらの方がご興味あるかもしれませんけど、まあ、実践者としてはですね、最新 AI で何ができるかっていうよりも、安定して利用できるほどのが大切で、さらにもっと大切なのは、学習者の人間的な発達のために AI で何をするべきか、逆に言うと何をしてはいけないか。この人間的な問いの方が重要だっていうふうに考えております。で、今日の発表用紙は、その私がライティング中心で大学で英語を教えてますけど、この2年間でですね、どういうふうに教育的利用について考えを、まあ、展開していったかということを説明する。これが今日の発表でございます。で、簡単に言いますと、1年目は限定的な利用、あるいは抑制的、あるいは補助的な利用を積極的に推進。ちょっと矛盾表現のように聞こえるかもしれませんけど、それをやってたということ。そして現在2年目っていうのは、先ほどから言っておりますように、AI の言語生成と人間の言語使用っていうのはやっぱ違うよねと。で、それを踏まえた上で AI を使わなくちゃいけないよねっていうふうなことを考えて、まあ今後はどうなるかなっていうことをお話しする、この3部構成で考えていきたいと思っております。じゃあ1年目なんですけれども、1年目の実践と考察について簡単に述べます。抑制的、限定的、保守的というふうに言いますのは、チャット GPT は多くの皆さんにとってはその医学部の、試験、国家試験に合格したとか、数学の問題を論証できたとか、解けたとか、いうことの方に興味ある方が多いかと思いますけど、私、語学屋としましては、語学屋っていうのは、文法にせよ、文体にせよ、綴りにせよ、結局は言語慣習です。言語慣習っていうのは、もう大雑把に言ってしまうと多数決。多くが言ってる人の、多くの人が言ってることが正しいわけですから、まあこれは、大規模、large language model というのは、文字列予測に関しては結構信頼できるんじゃないのっていうふうに思って、だからそういう意味で限定的、あるいは抑制的、保守的に使っております。で、学生にはですね、学生が英文を書いたら、はい、君の文法と綴りを、添削したらこうなるよと。でさ、君の文体はまだまだ学術、本学は学術英語のライティングを教えてますから、学術英語としては、拙いから、アメリカの大学生だったらこのくらい書くよ。あるいは研究者だったらこのくらい書くよっていうことを、毎回その、文体改善のバージョンも複数見せるんですよね。そしたら学生はその複数の英文を比較して、なるほど、これはこうだろう。これはこうじゃないんじゃないかとかいうふうなことをレポートで書いて、なおかつ自分の、英作文と、まあ、英作文というか、その英語をアップデートする。自分の声を新たに見つけるっていうふうなこと。こういうふうなことをやりました。あと、授業の一部で、まあ、評価の 10% で語彙学習をやらなくちゃいけないんで、まあ、学生は、いや、自分は指定された語彙集の中のこの単語を学ぼうと思いますっていうふうに言ったら、チャット GPT が定義、連語、類義語を示してくれますって、まあ、例文書いてみてください。で、学生が英文を、例文を書く。そしたら、チャッチ GPT はあなたの例文が言おうとしていることはこういうことですね。それだったらこういうふうに書き換えた方がよろしくないですか。なぜならばこうだからですっていうふうなことを返していく。で、それに対して学生もちょっとやると。まあその会話って言ってももう2ターンか3ターンぐらいしかいけませんけど、そういうふうなことをやって、まあこれはもう、実践報告を、書きました。で、まあ考えたのは、まあ引用図って便利な図ですから何でも絶対使えるんですけど、AI を使わない生身の力と AI を使って拡張した力っていうのが、これが統合したものが現在の英語力じゃないかって。これはもう自分自身を振り返ってもそう思います。ここ数年間を見ても。まあ、そういうふうに考えるようになったということです。で、別の言い方をしますと、人間は自分が読めるほどには書けないものですよね。
ところが、で、またその書けるものに添削をしてくれたって今までなかなかそのヒューマンコストが高いから、くれなかったけど、AI だったら潤沢に添削、そして文体改定をしてくれるから、その自分の表現能力っていうのがちょっと拡張しますよね。で、それを読むとですね、なるほど、こちらの方はいいとか、あるいは、ちょっと、そら AI や、そら言い過ぎだろうとかやってくると、実は、リーディング能力が伸びるんですよ。語学屋の言い方ですと、実は書けるやつは読めるし、書けないやつは実は読めないんだっていうふうな、まあ、偉そうな言い方をしますけれども、よく書けるようになるっていうことは、その書いた文章の違いがよくわかるっていうふうなことですから、よく読めるようになるんですね。で、リーディング力は実際私も振り返っても、リーディング力は多少は、まあ、精読っていう意味ですけどね。上がりました。で、リーディング力が上がると、同じ AI から同じような、フィードバックを得ても、その理解力が深まるんですよ。そういうふうなわけで、だん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 と、ライティング力だけじゃなくて、リーディング力も上がっていくんじゃないかなというふうに、考えております。で、私のある同僚から、陽介と、お前は、AI のことをどう考えてるんだと、ティーチャーか、それともコーチか、それともファシリティーだかって言ったら、僕は、いやいや、全然それじゃないと。そうじゃなくって、AI っていうのはデバイスだと。装置に過ぎないと。下手な擬人化はやめて、AI の限界を理解した上で使いこなした方がいいよっていうふうに学生にも、私は言っております。で、2年目で、まあ、1年目の後半ぐらいから、AI の言語生成と人間の言語使用ってさ、あんまり同じって考えない方がいいんじゃないのっていうふうなことでやってるのが現在の実践であり、考察を今から述べます。実践と言いましてもですね、まあ、実践は大したことしてなくて、学生のニーズに応えるための部分的な改善にとどまっております。先ほどライティングの添削及び改訂って言いましたけど、以前はアメリカの大学生なら、アメリカの研究者ならこう書くよっていうふうな2種類だったんですけど、やっぱ学生にとってはアメリカの高校生だったらこう書くよというふうな、この高校生レベルも踏まえてですね、3種類のものを加えて学生に書かせるっていうふうなことをやっております。もうプロンプトも大したものじゃありませんので、全部公開しております。それから先ほど言いました評価の 10% を占める語彙なんですけど、対話学習って僕は非常に個人的には大好きなんですけど、学びが深くって非常に時間がかかります。で、学生は一方でリスニング力ができないので、単語テストを、音声バージョンでやろうというようなことをやりました。まあ、簡単に言いますと、ジェパティっていうアメリカのクイズ番組を知ってる方は話が早いんですけど、This word begins with the letter A and it is an adjective.The meaning of this word is 何とかかんとか。Its synonyms include 何とかかんとか。When you use this word, you are most likely to とかなんかいうふうなのが50分が続いて、Once again, this word begins with the letter A and it is an adjective. What is this word? っていうふうなことを聞いて学生が当てると。そういうふうなクイズをやり始めております。あるいはこれは補助課題で、まあ、ボーナス特典にするよっていうふうな形で学生にチャット GPT と会話したら楽しいよっていうふうに言ってたんですけど、案外会話って旅行のプランとか趣味とかなんか聞いたらすぐ終わっちゃうから、先生、ちょっとそれが面白くないんですけどって言ったから、ソクラテス風に、もうどん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 やってくる。で、これは最先端の科学知識だったら嘘を言ったりしますけど、まあ、アメリカのとか、英語のウィキペディアでたくさん書いているようなことだったら、まあ、大体信頼できますので、まあ、学生にはさっき言ったみたいにデバイスだというふうに言った上でですね、これもむちゃくちゃ簡単なプロンプトですけど、やってます。まあ、この、後期からですね、この10月からとある私、選択科目を教えてますので、そこではちょっと毎週の課題に入れてみようと思ってます。それが実践です。で、考察としては先ほどから言ってるように人間の言語使用と AI の言語生成の違いって何って言って、まず考えたのはですね、私は AI 測定が深刻化されることを警戒しています。英語の業界ってのは TOEFL なんぼとか英検なんぼとかいうふうに、測定に関しても妙な私から言わせたら信仰が強いんですよね。で、ある教育学者は私たちは教育において大切なことを測定しているのか、それとも測定できることを大切にしているのかって言ったら、後半の方が私非常に当たってるんじゃないかなっていうふうにも思いましたので、まあ、とあるところで講演して、それを論文で、あんまり、深刻化、AI の測定っていうものを深刻化してはいけないよ、みたいなことを言いました。もう一つはですね、ハイデガーの存在と時間というものの用語をですね、徹底的に言い換えたら、この不等号記号で囲んだところがハイデガーの用語の徹底的な言い換えなんですけど、AI は平均人が好むよくある話を生成することに関しては、もうこれはすごいと。しかし、人間が実存するため、
この場合の実存というのは自分らしく、自分として、自分らしく生きるための語りというものは代行できない。すなわち自分しか言えない。あるいはこれは自分が言わないと意味がないというふうなこと。それは代行できないよねっていうことを、まあ、ハイデガーの枠組みを考えながらやって、まあ、文章化しましたので、まあ、このままの予定だったら交換される予定ですということです。もう一つは、AI の言語使用というのは、AI っていうのは、自分の言語生成に対してリスクと責任を取らないよねっていうことを考えました。もちろん形式的に誤りだよって言ったら、I apologize とかなんか言いますけど、それは人間の取り方として違う。で、よく普通の方は、いや、語学って大したことなくって、実はもう場数を踏めば、あるいはその外国に行って、もう頑張ってやっていれば身につくよって言って。で、専門家はですね、いや、そんな単純な話じゃないんですけどって言いますけど、僕はその場合は一般の方の直感の方が僕は基本的に正しいと思ってます。ですから、人間はやっぱり自分の言語使用に対してリスクと責任を取った時にですね、最も獲得、言語を獲得するんじゃないかなっていうのを、まあ、こういう人たちの、論考をもとに考察したものを、やっております。だから、まあ、インプリケーションとして言うのはですね、いくら学習者が AI から支援を受けてもですね、生身で現実世界でですね、リスクと責任を取りながら学習者が言語使用しない限りはなかなか身につかないよねっていうふうなことをとある講演で言いました。これはまだ文章化の予定はまだ今のところは具体的にはありません。まあ、そんなことを考えて今後はどうなるかなって言ったら英語ライティング、教育はですね、人間重視と学習の工事化、いくら AI を使っても人間重視と学習の工事化、言い換えるならば書かれた文章よりも文章を書く人間の方が重要。そして学習は工事化するっていうふうなことを考えております。この間サム・アルトマンがあるインタビューで40分くらい書く、ライティングですね。ライティングについてはどういうことかって40分くらいのインタビューがあって、これなかなか面白かったんですけど、その中でいい本を読んだ時にはその著者について知りたくなる。どんな人生を送った人なのか知りたくなる。だが AI が書いた、AI が執筆したね、本についてそんな感情を抱くことはないだろうというふうに言っていました。これは考えてみたらソクラテスが昔言っていたことと結構似てるなと。で、ソクラテスの時代には文字、そして書物っていうのは革命的なメディアだったんですね。で、パイドロスっていう人がソクラテスさんとこの書物というのは本当に便利ですねと、その本人がいないにもかかわらず、本人がまた、その場にいるようにレクチャーをしてくれるわけですからっていうふうに言ったらソクラテスが、まあ、そりゃそうなんだけど、でも書かれた文字っていうのは著者と異なって語るべき相手を見極めることができない。この人はここを詳しく言おう。この人にはあえてこれは説明すまいとか。そういうふうなことはできないし、補足説明することもできないし、誤解を受けた時にも、誤解を解くことができずに同じ言葉を繰り返しているだけだと。だから、書物の文字っていうものは、著者の言葉の影に過ぎないんだと。であるから、ソクラテスは知識を持った人間が正しく論証する。そういう言葉っていうのは文字と異なって、そういう生きた言葉は種をまくんだと。種ってもちろん比喩です。人文系ですから、どんどん奥弁もなく比喩使います。その種っていうのは聞き手の中で実を結び、で、その聞き手はその実のさらに種というものをさらに他人に伝えると。そして、ですから、かくして知識は発展し続けながら永遠の命を持つんだ。まあ、大体です。大義ですけど、こんなことを言ってる。であるから、書かれた文字よりも生きた言葉の方が、人間の中で生きた言葉の方が大切なんだっていうようなことを言って、僕はこれ、さっきのアルトマンの見解にもつながるかなとも思いました。ですから、AI は、英文完成のためじゃなくって、人間の育成のために使うと。私は参考意見、セカンドオピニオンの生成装置としてですね、AI を使っていますけど、英文を完成することが英語ライティングの教育の終点ではないだろうと。学生が自らの英文で表現し、伝達したかった知識について補足説明をし、読み手と対話し、そして共に知識を育てること。これが目的だろうと。で、人間は完璧に文章なんか書けませんよね。どっか書いたと思ってもまだ言い足りないところ、補足するべきところがありますから、そういう対話ができるような人間、ただ文章を書けるだけじゃなくて、まあ、ありていに言ったら学会で報告してもその後の QA がちゃんとできる。あるいはその後の懇親会でいろいろ話をして、共同作業ができるような人間を育てることの方が目的だよね。だからライティングの目標っていうのは、英語を使って他人と共に知識を発展させることができる、そういう人間を育てることだ。当たり前のことですけど、それに、当たり前のことに AI を使いながら考えたということです。次、工事化ということですけど、工事化ってのはまあ大体このタクソノミーで、まあ記憶っていうのは定時では学習なんだけど、分析評価、想像っていうのは工事の学習だよねとよく言ったりします。
で、ライティング教師は誤報添削と文体改訂の大半を AI に委ねます。今まで AI 以前は、ライティング教師っていうのは、ちゃんと学生は学んだ文法を適用してるかな、正しく適用してるのかな、こればっかりで終わってたんですね。ところが今 AI に添削と改訂を済ませて、私はその後のレポートを見ますから、学生がどのように自分の英語と AI の改訂例、添削例というものをどういうふうに分析して、で、評価して、で、一部の AI の意見は取り入れ、一部は取り入れずに、そして自分の新しいバージョンを創造したっていう、こちらの方を評価っていうか、こちらの方の学習を見ることができるんですね。で、今までは、まあ、語法、文体、ストーリーっていうふうに3つに分けましたら、ストーリーの指導っていうのがやっぱなかなかできなかった、時間が。でもそれができるようになりました。ということで、公示化するっていうふうに考えております。で、さらに仮説を言いますと、今までの、なんていうのかな、今まで語学の先生がやっていたことを結構、例えば物理学の先生ができるようになるんじゃないかなと思ってます。物理学の先生がこんなプロンプトを使ったらですね、もう論文指導もできますし。で、まあ一部の語学の先生は頑張って、専門科目と申しましょうか、知識を増やすとですね、まあこの辺の境界が、IFA になってくるかもしれません。あるいは私、これ皆さんの意見も聞きたいんですけど、私理系の方はもういきなり英語で書く方が多いかなと思ったら、私の予想以上に結構日本語でまず原稿を書いて、それから英語にするっていう方が多い。まあ、そうなるとですね、日本語をどう書くか。嫌な言い方になりますけど、日本語を英語に翻訳しやすい日本語に書くっていうふうなことになって、英語ライティングと日本語ライティングの境界もあやふやになってくるかなというふうにも思います。まあ、今後ですね、まあ、今までと同じことを少ない時間でやるっていうんじゃなくって、今までと同じ時間で今までよりもより高度なアウトプットを出すというふうなことが、まあ、前提になってますけど、私はこのように考えております。というわけで、1年目は AI の擬人化を避けて、AI を人間の能力を拡張するような装置として、見るようになったということ。で、2年目は AI の言語生成と人間の言語使用の違いを重視するようになった。で、まあ、これからはですね、英語のライティング教育というのは実は人間を育てること。しかも知を愛する人間を育てることだというふうに思い始めたということです。以上です。どうもありがとうございました。